はい、皆さんこんにちは。宅飲みグルメの奥です。ということで、今回の動画はですね、久々に好きなものと好きなものを掛け合わせるシリーズをやっていきたいなというふうに思います。よいしょー。はい、ということで、よくよく考えてみたら、結構ね、この好きなものと好きなものを掛け合わせる、まあ、配合するみたいなね、まあ、そんな感じのシリーズのね、料理動画をやってきましたので、今回もですね、それにのっとって、好きなものと好きなものを掛け合わせたら、どんなめちゃくちゃうまいものが仕上がるのかっていうのをね、やっていきたいなというふうに思います。ということで、今回掛け合わせるものはですね、ニンニクと唐揚げ、こちらを掛け合わせて、ニンニクの唐揚げをね、作ったら、めちゃくちゃ美味しいおつまみができるんじゃないかということで、挑戦していきたいなというふうに思います。皆さん、ニンニクの唐揚げですよ。あのね、単体で食べてもめちゃくちゃ美味しいニンニク、それをね、揚げて唐揚げにしてしまったら、どれだけ美味しいおつまみができるのかっていうことをね、ぜひご注目いただければなというふうに思います。さあ、ということで、どんなめちゃくちゃ美味しいおつまみが仕上がるんでしょうか。それでは早速、調理開始。それではやっていきましょう。今回はですね、こちら、このめちゃくちゃ立派なね、ニンニクを使っていきたいと思うんですけれども、こちらね、青森県産の国産ニンニクでございます。そして、そのお値段がなんと、じゃん398円、税込み430円ということでね、このね、一玉で400円以上するこの上等なニンニク、こちらを使ってね、唐揚げを作っていきたいと思います。やっぱね、唐揚げに使うんであればね、この大きなね、ニンニク使っていきたいなと思ったんで、今回はね、ちょっと奮発して、こちらの国産の青森県産の立派なニンニク使っていきたいと思います。いや、すごい。ちょっと待って。めちゃめちゃでかい。ビビるな、このサイズ。ちなみに普段使ってる中国産のニンニクはこのサイズですからね。いや、すごいな、このサイズの差。マジで4倍ぐらいあるんじゃないですかね。いや、これ食べ応えありそうでめちゃめちゃ楽しみですね。それではまずこちらのニンニクを剥いていきます。いや、待って。一粒の大きさでめちゃめちゃえぐい。いや、青森県産のニンニクすごいですね。一粒一粒がね、こんな立派でめちゃくちゃ美味しいのはもちろんのこと、この皮自体もね、非常に分厚くてね、スルスルって剥けてくれますね。めちゃくちゃ剥きやすいですね。いや、マジ超ストレスフリーでした。いや、むしろね、剥くのがちょっと楽しくなるぐらいスッスッて剥けましたね。そしたらこちらのニンニクを一度ボウルの中に入れます。そしてこちらニンニク 120g の中に醤油小さじ2、酒小さじ2、そしておろしニンニク1かけ分、1かけか、このでかいのいっちゃおうかな。よいしょ。まあいいや、こんな感じで2つ入ってたんですけど、2つ入れちゃいたいと思います。いや、 やっぱおろしニンニクはね、肉にかけた方が美味しそうに見えますね。で、普段の唐揚げであればここから混ぜて漬け込んだりとかするんですけれども、こちらね、今回ニンニクの唐揚げということで、漬け込んだところでね、まあ、大した味が染みないということで、衣自体に味をつけていきたいと思います。そのため、この中に薄力粉を大さじ1、片栗粉を大さじ1を入れて、こちらを混ぜ合わせていきます。はい、ということで、完全にね、衣の量が足りなかったので、ちょっと足していきたいと思います。もうここから完全に適当なんですけど、まあ、醤油を小さじ2ぐらい、酒を小さじ2ぐらい、ちょっと多いかな、大さじ1ぐらい入っちゃったかな。まあいいや。純粋に塩忘れてました。塩を、ちょっとつまみぐらい、パッパと。小麦粉大さじ1追加。で、片栗粉も大さじ1追加。で、とりあえず混ぜてみます。で、ちょっと衣が緩いので片栗粉パラパラ入れて、もうなんかもう分かんねえな、もうどれぐらいの分量なのか分かんなくなっちゃった。こんな感じで衣をまとわせてあげればいい感じですもんね。もうちょい衣が欲しいかな。なので醤油と酒その他を足していきます。で、小麦粉大さじ1、で、あとすいません、なんかちょっともう一つ水分が足りないんで、溶き卵も入れていきます。
卵1個入れます。これも半分ぐらい入れて混ぜます。はい、ということでこんな感じで準備 OK。 そしてこちらの味のついた衣をまとったニンニクを揚げていきたいと思います。そして揚げる前に添えるレモンも準備しておきます。そして鍋の中に油を入れて、火にかけていきます。そして油の温度も中温ぐらいですかね、いい感じなので揚げていきたいと思います。こんな感じで衣まとわせの入れていきます。いやー、いい感じで揚がっておりますね。にしてもニンニクの香りがすごいですね。ニンニクの香りがブワッと香ってきますね。おー、すごい、本当にめちゃくちゃいい感じで揚がってますね。ということでニンニクを入れるときは弱火にしてじっくり火が通ったかなというところで一旦強火にして最後カラッと揚げていきます。うん、そろそろいい感じなんじゃないでしょうか。ということで、そろそろバットに揚げていきたいと思います。いや、すごいですね。結構衣を厚めにつけたんでミヒートボールみたいな感じになってますね。ということでこちらをお皿に盛り付けて、さあということで完成です。いやー、どうでしょう。こちらがニンニクの唐揚げでございます。青森県産の大粒のニンニクを使って食べ応えも抜群、カラッと揚がってめちゃめちゃうまそうです。これはもう間違いなくビールに合いますよね。ということでめちゃめちゃうまそうに仕上がりました。早速食べていきましょう。さあということで完成いたしましたので早速食べていきましょう。いただきます。いや、もうこれね、揚げる時からね、もうニンニクの香りがふわっと香ってきてね、めちゃくちゃうまそうだったんですけれども、一体どんな味に仕上がっているんでしょうか。こんな感じでね、結構衣を厚くまとってね、なんかミートボールみたいな感じになってますね。それではこちらいただきます。うん、うん、いや、衣がね、サクふわでね、中のニンニクトロットロなんですよ。なんか皆さんね、多分ニンニク使ってるんで結構ね、強い味とか強い香り想像される方いらっしゃると思うんですけど、そういうのが全くなくですね、すごいマイルドなホクホクトロッとしたね、ニンニクが中に隠されてるっていう、めちゃくちゃ美味しい唐揚げになりましたね。まあ、ただね、揚げてしまうとちょっとなんか、醤油の塩味が飛んでしまうのかわかんないんですけども、ちょっと味が薄くなってしまったので、こちらの醤油をちょっとかけていただきたいと思います。醤油をね、ちょっと、かけて、醤油ね、浸しの、このレモン汁もかけていただいちゃいましょう。よいしょ。いや、これ楽しみだな。絶対うまいでしょ。いただきます。いやー、いいね。この醤油で塩味がプラスされて、そしてね、このレモンで酸味がプラスされて、めちゃくちゃビールを飲みたくなる、そんなね、一品に仕上がりました。いや、やっぱね、このニンニクに染みない分ね、この衣の醤油の味はね、もうちょっと濃くてもよかったかもしれないですね。ということで、こんなね、サクふわトロのニンニクの唐揚げを食べて飲まないわけにはいかないということで、ここへだってビールの方も飲んでいきたいと思います。ということで、今日のおビールでございます。サクトロのニンニクの唐揚げときましたら、これで決まり、じゃん、宅飲みの相方金麦でございます。さあ、それでは飲んでいきましょうかね。乾杯。くー、たまんねー。いや、やっぱこのニンニクとビール最高ですね。そして今回はそのニンニクがね、唐揚げになってるってことで、これさらにうまくてね、もう本当にビールバカバカ進んじゃいますね。でもやっぱりね、レモンをツツッと絞ってちょっとさっぱりさせた方がね、個人的には好きかなと思いますね。うーん、うまい。あ、最
最高。やっぱこの衣にね、ちょっと卵を使ってるんで、衣がふわっとするんですよね。なんでなんか、食感的には揚げたところのサクと卵のふわと中のとろ、これがねサクふわとろっていうね3つの食感がいっぺんに味わえるっていうね、めちゃくちゃ美味しい唐揚げね仕上がってますね。でもやっぱビールに合わせるのはねちょっと味が薄いかなとも思ったんで、醤油をねつつっと垂らしていただきますね。こんな感じでね、よいしょと、そしてレモンも絞りのいただきます。うん、うますぎる。醤油でねしっかり味もついて、レモンでさっぱりして、この中のねとろっとしたニンニクも最高です。本当にこれね、ぜひ青森県産のこの大粒のニンニクだから味わえるね、この贅沢だと思うんで、皆さんもぜひ試していただけたらと思います。いや、ほんとうまいな。いや、最高すぎる、マジで。いやね、これ本当にニンニクの唐揚げだってことを忘れて、でもバクバク食べちゃいますね。それぐらいね、このニンニクがとろホクッとねしててね、本当に美味しい唐揚げに仕上がってるんですよ。さあさあ、それでは名残惜しいですが最後の一ついただきます。最高。うまかった。さあ、ということで完食でーす。いやー、めちゃくちゃうまかった。いや、これ本当に美味しくてですね、この揚げることによる、唐揚げにすることによるね、周りのサクふわ感と、そして中のニンニクのですね、とろほく感が、まあ、全て一体になって、めちゃくちゃ美味しいニンニクの唐揚げができましたね。まあ、ただね、ちょっとこのニンニクの唐揚げっていうものが初挑戦だったんで、調味料の方がね、ちょっと安定しなかったかもしれないんですけれども、最後にね、ここにこんな感じで、つけましたっていうのをね、載せさせていただきたいと思いますので、ぜひこちらを参考に、皆さんもね、ニンニクの唐揚げ、ぜひ作っていただけたらと思います。このニンニクの唐揚げつける際はね、まあ、ちっちゃいね、中国産のニンニクとかでも、衣をいっぱいまとってね、美味しいかなとは思うんですけれども、できればね、あの、大粒の青森県産のニンニクを使って、このニンニクの旨味、そして甘みをね、思う存分楽しんでいただけたらなというふうに思います。いや、本当に美味しかった。皆さんもぜひぜひ試してみてください。さあ、ということでこちらのチャンネルではビールにはおつまみだったり自作ラーメンだったりどんどん作っていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。というわけで、もう竹野ですが、そろそろ締めさせていただきたいと思います。それでは最後は一丁締めで締めていきましょう。それでは皆さん、お手を拝借よー、ありがとうございました。